コルベットデートナプロトタイプは北米のロレックススポーツカーシリーズに参戦するために制作されたプロトタイプレーシングカー。このレースカーは2012年シーズンにシボレーがこれまでの単なるエンジンサプライヤーとしての関わり方ではなくコンストラクターとしてデートナプロトタイプのレースに復帰することを意味している。GM はそれまでポンティアックのブランド名で ロレックススポーツカーシリーズに関わってきたが、2010年に、ポンティアックのブランドが廃止されたのを機に、これまでの方針を転換した。2011年11月15日、デートナインターナショナルスピードウェイにおいて、プレス向けに公開された。市販車のシボレーコルベットのイメージを強く反映したデザインをもとに、ダラーラ、コヨデ、ライリーといったコンストラクターがシャシーを開発し、 ポリュベットのデザイナーである、プラットミラー、シボレー、グランダムが製造した。2012年シーズンのロレックススポーツカーシリーズで、スピリット・オブ・デートナ・レーシング、サントラスト・レーシング、ゲンスコ・ボブ・スターリングス・レーシング、アクション・エクスプレス・レーシングの4チームに供給されて、レースに参戦した。ありがとうございます。